にちは、モノグラフの堀口です。先日ですね、僕のカバンの中身っていうのを動画で紹介したんですけれども、それがなかなか好評というか皆様にいいねっていうふうにいただきまして、で今回もまた、別の動画を撮ってみようと思ってます。で僕のカバンの中身もそうなんですけれども、よく聞かれるのが、僕この MacBook っていうマシンをメインに使ってまして、仕事もですね、プライベートもほとんどこのマシンで済ましてるんですけれども、この MacBook でどんなアプリ使ってるんですかって、どういうふうに使ってるんですかっていう声を結構いただくんですね。なので今日は簡単に僕が使ってるこの Mac のアプリっていうのを、紹介してみようと思ってます。で、Mac のアプリっても本当にたくさんの種類があるので、今回その中から、厳選して5つのものを紹介したいと思ってます。作業の効率化系だったりとか、あとは Mac の中身の整理だったりとかっていうもので僕が特に重宝しているものをご紹介しようと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。それじゃあ行ってみましょう。まずはじめはですね、ランチャーアプリを一つ紹介したいんですけれども、皆さんランチャーアプリって聞いたことありますかね。簡単に言うと、いろいろこう Mac の中にアプリがたくさんある中で、直接そのアプリにアクセスできる、すぐにそのアプリを立ち上げられるっていうようなアプリなんですね。普通、何かアプリを起動しようとするとこういうふうに、一覧の中から選択をして、じゃあこれを開けますみたいなのを決めると思うんですけれども、僕が使ってるのはこのアルフレッドっていう、アプリなんですけれども、これを使うことによって、例えばそうですね、これアルフレッドの画面なんですけれども、例えばじゃあフォトショップ開きたいなって時は、こういうふうにフォトショップだったら最初の PHO とかキーワードを打ち込むだけですぐにアプリが立ち上がるっていうものですね。例えばこれアプリだけじゃなくても便利なのが、フォルダを探せるんですけれども、こうやって、自分が探したいこうフォルダにアクセスしたいときはその名前を、頭文字をこう打ち込んですぐにそこにアクセスできるとかっていうのが、便利なアプリですね。でこれ一応 Mac のデフォルトの機能として、スポットライトっていう機能があって、コマンドとスペースでこういうのが、検索欄が出てくるんですけども、これと何が違うかというと、アルフレッドの方が機能がカスタマイズすることができて、例えばこういうふうにスクリーンセーバーとかですね、Mac のデフォルトで入っている機能を、直接ここから呼び出したりとか、同じようにスリープとかですね、というのもこのコマンドでできてしまうので、スポットライトよりも、できることが、広がるっていうような形ですね。なので、今までこういちいち何かアプリを探すときはこういうふうに一個一個、全体の中から見て、アプリを起動するとかっていう人が多かったと思うんですけれども、この、アルフレッドを使うことによって、簡単にですねアプリを、起動ができるようになるっていうような形ですね。これすごく便利なので、ぜひ使ってみてください。続いてご紹介するのが、ペイストってアプリなんですけども、これはめちゃめちゃ便利なんで、Mac 使ってる人はもう全員に入れてほしいアプリなんですけども、どんなアプリかというと、ペイストって名前の通りなんですけども、コピー&ペーストってするじゃないですか。コマンド C でコピーをして、コマンド V でこうペーストするみたいなのは、結構これは皆さん基本の、ショートカットとして使ってると思うんですけども、よくあるのがこう、たくさん一気にコピーして一気にこうペーストしたいなとか、あの時にこうコピーしたやつをもう一回後からペーストをしたいなって思うこと結構あると思うんですけども、それができちゃうっていうのがペーストなんですね。でこれ今実際に使ってみると、例えばじゃあここにテストテストテストっていう風に、何か打ったとします。でこれをコピーします。でその後にこんな風に、じゃあ別のテキストをもう一回コピーします。でそうすると最初のテストっていうものが上書きされちゃって、モノグラフっていうのが新しくクリップボードに保存されてるんですけども、これをペイストってアプリはショートカットキーでこういうふうに下から上がってくるんですけども、こうやって昔にコピーしたテキストっていうのを覚えておいてくれるんですね。なので
もう一回じゃあこのテストを貼り付けたいという時はそれを選択してこうやって貼れるっていう感じなんですね。でもう一回例えば戻ってこういうふうにモノグラフを貼り付けたりとかっていうことができちゃうアプリです。で、まあ、よくあるのがこうやって URL を何個も何個も一気にコピーして、で、まあ、毎回毎回画面の移動めんどくさいんですけども、これを使えばこういうふうに過去に、ペーストしたものを覚えているので、もう一気にコピーをして一気にペーストをするっていうのが一括でできちゃうアプリですね。これはめちゃ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 便利なのでぜひ使ってください。で、まあ、このコマンドも、自分で、設定ができるので、僕はコマンド と、まあ、ドットのキーを、ショートカットにしてるんですけども、これはあの自分で選択ができるので自分で使いやすいものを設定してもらえれば、まあ、いつでもこのコピーしたものを、引き出せるっていうことですね。で、これまたすごいのが、画像のコピーとかも保存しておけるんですね。こうやって画像がそのまま保存されてます。で、それをまたすぐペーストっていうことが、これをまたペーストができるので、もうものすごくこれは作業の効率が上がりますね。1個戻ってまた1個貼って、1個戻ってまた1個貼ってっていうことがなくなるので、これはぜひ入れてほしいです。で、まあこれも自分で設定ができるんですけれども、このいくつ履歴を保存するかっていうのも、まあ、コントロールできるので、まあ、例えば100件とか200件とか1000件とか、これ保持しておけるので、まあ、本当にとりあえずコピーだけしておけば後からいつでも引き出せるよっていうアプリですね。ペースト、これは本当に便利なんでぜひ使ってください。3つ目のアプリはですね、 Mac の、中身を、まあ、整理しやすくするアプリですね。どうしてもこう、まあ、MacBook とかって使ってるとどんどん容量が圧迫されちゃって、で、何のアプリがそんなにこう容量取ってるのかなってなんか分かりにくくなるっていうのが結構、まあ、悩みっていう人も多いと思うんですね。で、僕はそれをこう解決するためにこの Daisy Desk っていうアプリを、使ってます。で、これ、簡単に使ってみるんですけども、このスキャンっていうものを押すと Mac の、中の、データをもう一気にこうガーッとスキャンしてくれて、で、まあ、どんなアプリが、どれぐらいこう容量を占めてるのかなっていうのを分かりやすく示してくれるアプリです。で、これがスキャンした後の、画面なんですけれども、こんな感じで色が分かれてるんですね。で、色が分かれて、で、実際どれぐらい、どのアプリが、どのフォルダがどれぐらい容量を使っているのかっていうのが分かるんですね。こういうふうにマウスを置くと、その階層が分かるので、まあ、この緑が何かっていうのが分かるってところですね。で、例えばなんですけど、僕の場合で言うと、まず、このユーザーフォルダっていうのが大きく容量を持っていて、その中で、写真のファイルがこれぐらい使っているっていうのが分かります。で、これクリックすると、さらに細かく見れるんですね。まあ、なので、例えば Google ドライブの中の、じゃこのフォトっていうフォルダ見てみると、まあ、これ11ギガありますよと。で、その中でも例えばそうですね、まあ、ここのフォルダ開いてみると、この永田町の秋っていうので、まあ、1ギガ使ってますよって。で、まあ、もしも使わないアイテムだったらここからこのまま、ゴミ箱に入れるとそのフォルダを消せますっていうようなアプリですね。まあ、こんな感じで、まあ、サクサク階層を移動しながら、どれぐらいの容量があるのかなっていうのをこう 見ながら削除をできるっていうアプリなので、まあ、ぜひ、使ってみていただけると嬉しいです。続いて紹介するアプリは、出先で MacBook を使う人にぜひおすすめしたいアプリですね。で、外で MacBook 使うときって Wi-Fi がある場所だと、まあ、問題なんですけれども、まあ、どうしてもこう必要に駆られてテザリングを使うことって結構あると思うんですね。で、そうするとスマホのテザリングでこう Google の、まあ、クラウドだったりとか iCloud みたいなものがこうデータを使って通信をしていて、
で気がついたらこう通信制限に引っかかっちゃいましたみたいなことが結構あるんですね。でそれをこう防いでくれるアプリっていうのがあるのでそれを紹介します。でそれがこのトリップモードっていうアプリです。でこれまあどういうアプリかと言いますと、ここに、アイコンが表示されるんですけれども、これが、テザリングでつないだ時にだけ、赤く表示されるんですね。でそうするとデータを通信をするアプリっていうのは制御をすることができるんですね。でこれ、仮に今がテザリング状態だったとしてこうオンにしてみると、こういうふうに、今通信をしようとしているアプリがこうずらっと出てくるんですね。でこの中から例えばじゃあ Google Chrome は通信 OK だよっていう時にこうチェックマークを入れてあげるとそこだけ通信ができるようになったり、他には、iCloud じゃあ OK ですよっていうのをこうチェックをしてあげたりっていう形ですね。でこのオンオフでこのトリップモードの切り替えが可能っていうものですね。これ有料のアプリなんですけども、7日間はお試しができるのでぜひ使ってみてください。で、そんなに高くないので通信制限になっちゃって、でもう一回こうデータを購入しますとか、ちょっと辛い思いをするよりはこっちの方が、安上がりになると思うので、ぜひ先でこうパソコンを使うことのないこう、フリーランスの方とか営業の方とかっていうのはぜひ使ってみてください。最後のアプリは、正直これ必要かって言われると、必ずしもそうじゃないんですけども、僕が単純に好きだからっていうのでずっと使い続けているアプリをご紹介したいと思います。でそれが、この Tickies っていうアプリなんですけども、これどういうアプリかというと、こうやってタイピングをした時にですね、こうやってタイプライターみたいな音が鳴るっていう、ただそれだけのアプリです。で、一応これも、カスタマイズすることができて、こういうふうに例えばバブルっていうのを選ぶと、こう打った時の音が泡になりますとか、タイプライターですね、こういうふうに剣を振る音ですね、とかあと音の高さ変えれるんですね。でこれ何のために入れてるかなんですけども、単純にこれタイピングをしてる時に打っててすごく心地いいんですよね。で、特に、ブログの文章だったりとか、何でもそうだと思うんですけども、文章ってすごくこう、リズムが大事というか、自分の中でどれだけフロー状態に入れるかっていうのがすごい大事だと思うんですよ。でその時に例えばこうイヤホンをして、でこのカカカカカカカっていう音を聞いてると、僕はなんだか集中ができるんですね。なのでその、半分自己暗示じゃないですけど、自分のこう気分を上げるためとか、自分のこうペースを上げるために使っているアプリですね、この Tickies。必ずしも必要じゃないんですけれども、僕はこれがあるとより作業がはかどるので、今回ご紹介してみることにしました。もし興味ある方はこれは使ってみてくださいという感じで、今回、5つのアプリを紹介してみました。ランチャーのアプリのアルフレッドとコピー&ペーストをずっと保存しておけるペーストですね。で、Mac の中身を分かりやすく表示してくれるデイジーディスクと、テザリングを制限して、通信制限を回避してくれるトリップモード、そして最後にタイピングの、リズムだったりペースっていうのを、開けてくれる Tickies ですね。この5つを今回ご紹介してみました。で、この中からですね、1個でも、これ気になるなってものがあればぜひ使ってみてください。で、Mac は本当にこう毎日使うものなので、ちょっとした作業の、ラグだったりとか、ちょっとした作業の効率化っていうのが、本当にこう、1日単位、1ヶ月単位とか1年単位っていうふうに考えてくると全然差がついてくるものなので、導入はめんどくさいかもしれないんですけれども、それが塵も積もれば山となるということで、結果的にはですね、大きな時間を生んでくれると思うので、ぜひ小さなことから効率化っていうのを意識してみてください。また機会があれば他のアプリも紹介してみようと思いますので、よければチャンネル登録とか高評価とか、例のやつをぜひお願いいたします。それではまた、ありがとうございます。